パーパラパラパッパッパッパラパッパッパッパラパッパッパッパラパッパラパッポンということで、毎度お気になんでやねんでございます。阪神タイガースの予備校を作ろうということでですね、なんでやねん佐々木が、阪神タイガースを好きだからこそ勉強に活かせるんじゃないかということで、まずは、いろんなことを勉強するにあたり、おっちゃん、今巷で話題のあるドリルに出会ってしまったんです。そのドリルをですね、大人も子供もみんな一緒に楽しく、そして阪神タイガースに絡めて学べたらこれ最高なんちゃうのと思ったので、今日はそういう動画の記念すべき第1回目を皆様にお見せしようと思います。ズバリそのドリルはこちらです。でけでけでけ。でん！阪神タイガース漢字ドリルでございます。こちらのね、ドリル。もうとにかくお子さんが楽しく阪神タイガースが好きやからたくさん勉強できるということで、もう今売り切れ続出中の超人気。もうどこに行っても、ちょ、待てよっていうぐらい、本当にこれね、売り切れ続出らしいんで、おっちゃんこれをね、なんとか手に入れたので、今日はこちらの漢字ドリルを参考に、小学生も大人も楽しく、そして阪神タイガースが好きやからこそ、ますます見ていきたいという動画を今日はお届けしようと思います。記念すべき一つ目の漢字。それでは発表いたしましょう。こちらはですね、小学校1年生で習う、漢字80字が1ページに1つずつ、入っているということなので、第80回までね、小学校1年生のところをみんなで勉強できるということなので、ゆっくりのんびり勉強していきましょう。さあ、行きましょう。それでは、記念すべき1字目は、こちらです。大という字ですね。1、2、3で書ける三角の字。例文も書いてますけども、おっちゃん、こちらの例文そのまま載せてしまうと、こちらの本を書いてる人にね、ご迷惑なので、この漢字ドリルを参考に、おっちゃんからより勉強できる、わかりやすく覚えられる方法を阪神ファンなりに考えてみました。それがこちらのボードでございます。この阪神、矢野阪神日本一ボードでございます。こちらを裏返すと、なんと皆様こうなっております。ババン！ね、阪神タイガース、漢字ドリス。え？いや、ドリル？うん。まあ、けどドリときたらもう、スーでしょうということでね、漢字ドリスと呼んでいきます。一回目、こちらの字ですね。お、音読みが大、タイ。で、訓読みが王と読むこの字でございます。こちらの例文をおっちゃんなりに3つ考えてみたので、皆さんも、よかったらこの動画を見て、自分もこの王という、大という字を使ってね、例文をコメント欄に書き込んでください。それでは1個目の例文から行ってみましょうか。行きますよ。行きます。でけ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 、じゃん！その昔は、大阪タイガースだった。大阪タイガースというのは、大阪タイガースというチーム名でタイガースはプロ野球を、戦っていた時があります。これが例文1。続きまして、例文2。いきます。でけ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 で。大野久志と和田豊の1、2番。渋い言うてね。このお二人。おっちゃんが覚えてる限りは、なんと1番2番でコンビを組んでいて、出塁率4割超えていました、2人とも。そんな時期がございました。このお二人、おっちゃんが覚えてる限りでは、なんと1番2番でコンビを組んでいて、出塁率4割超えていました、2人とも。そんな時期がございました。えぐい1、2番だってんです。そんな大野久志選手と和田豊選手。大野久志選手の G は O でございます。そして、最後の例文いってみましょう。例文3つ目、こちら、バン！大変だけど、笑って勝とう。素晴らしいメッセージでしょ？大変だけど、笑って勝とう。これはまさにね、今、このご時世ならでは、いろんなことがたくさん起きていて大変なんですけど、笑って勝とうよ。阪神タイガース。そして、
みんなの人生ということでございましてですね、こちらの阪神タイガース漢字ドリス記念すべき1回目はこちらの3つの例文でございました。皆さんもこんな阪神タイガースの例文いかがでしょうかっていうのをこの O という字を使ってコメント欄にたくさん書いてくださいね。それでは、記念すべき阪神タイガース漢字ドリス阪神タイガース予備校1回目でございました。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなで勉強しましょう。阪神タイガース予備校なんでやねん。